皆さん、おはようございます。<laughs> ティンダーの脈ャクーバー、池井です。今日は、鶴岡市松川家農場の秘密を私がお話します。松岡、松川農場は確かにサクボラ、ー欄、ラフランス、フルーツが有名でございます。ブルーベリー、メロン、スイカ、桃盛りだくさん。はい。確か、松岡岡農場、確かにいろいろな歴史について知らなくてはならないです。はい。確か、明治維新の頃、武士3000名が刀をクワに持ち帰ってこういう開墾した場所でございます。 養蜂尿を栄えたそうです。当時、本当にシルクが有名でございます。今も有名です。確かに桃はですね、育てるにはこういうふうな工夫があります。ことわざでは。桃食い3年かけ8年のことわざ、桃は植え付けてから早く収穫がやれるんです。少年がき10月に重ならないこと、やはり時期を考えなければいけないです。確かに大変なもんでございますね。はい。果物うまそうでございますね。というわけで、 鶴岡の農場といえば松坂農場の秘密でした。バイバイ。